さあダイハツブースにやってまいりましたけども、うん、やっぱこれ気になるんじゃないですか、うん、皆さん、はい、あちらにいますけども、ドン、新型コンパクト SUV、 わお、これ気になるんじゃないですか、うん、ということで早速見ていきましょう。行こう、はい、CCC ということで、CCC さあ、いろいろね、はい、ちょっと見ていきたいんでございますけども、ええ、ちょっと、なんか、かっこかわいい、なんか、うん、かっこかわいいですね、うん、印象ね、そう、かなりいかつい顔してますけど、うん、意外とコンパクトな、5ナンバーサイズ、本当だ、これもう女性にもね、あの人気出そうな感じね、あるし、うん、こういういかつい乗り物好きな女性多いんでね、ね、そうそう、意外と、ね、意外と、でもコンパクトだからこういう見た目ごついけど運転しやすい、ね、扱いやすいね、狭い路地でも簡単に行けちゃう、どうだ、女性目線としてどう、女性目線、やっぱね、私ね、こういうのね、タイプ、この LED のね、このね、ピーッと1本入ってね、うん、いっぱい入ってますね、いいですよ、でもかっこいい、こうね、こうね、横と縦のね、横とそう、これ、いや、俺意外とこの対比が好きなんですよ、うん、なるほど、私、うん、結構いいんじゃないですか、かっこよくてね、うん、グリルなんかもかっこいいですよね、グリルもかっこいい、で、うん、やっぱこの大口ね、ふわっと開けてその口、やっぱかっこいい、これ結構やっぱかっこいい、うん、そうそうそうですよね、うん、で、エンジンがなんか1リッターのインタークーラーターボらしいですね、おー、はい、インタークーラーターボを積んできてる、で、FF、展示車両 FF 駆動のやつらしいんですけど、うん、なるほどと、じゃあ軽じゃないな、まあ、確かにそうなんですよね、1リッターあるんですよ、うん、1リッターあるっていうね、しっかり走れますよ、うん、あとこれぐらいの大きさがちょうどいいね、ほんとそう、超乗りやすい、うん、中村君これで運転できるもんね、これだったら僕はね、2、3回しかすらなそうだよね、なんで結局するんですか、そしてね、ホイールもかっこいい、こうかっこいいですね、これね、うん、あとね、いや、いいじゃないですか、ダイハツの SUV って、ね、本当興味津々ですよ、結構あの昔もね、ダイハツの SUV いろいろありましたけど、やっぱ結構人気ですから、やっぱりその辺ね、こういうのもまたこれまた人気出そうな雰囲気醸し出してますよ、このツートンの、ね、感じもいいじゃないですか、うん、これね、いいじゃないですか、白とね、ホワイトのね、うん、後ろも結構ね、しっかりと、うん、扉大きいですね、やっぱね、こうね、大きいですね、かなり伝わるかな、このサイズ感ね、相当コンパクトなんですよ、ね、どうなん、女性目線からしてさ、やっぱこう乗りやすさで考えるとどう、いや、私ね、本当このぐらいが結局一周回って好きなのよね、まあ、押したいはね、サイズ一緒かな、多分ね、うん、一緒ですね、この感じは、ちなみにいくつなんだ、ちなみにいくつ、17インチ入ってますね、17インチか、はい、まあ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 、さあ、じゃあちょっと後ろを見ていきますか、あー、なるほど、洗練された、洗練されてる、ね、まさに同じことを思った、今まさにこれなんかステルス戦闘機のようなカクカクしたデザインが、カクカクして ね、 ね、めちゃくちゃいいですね、あってね、まあこの流れで中見ていきますか、うん、中見ていきます、中行っちゃおう、さあ、じゃあちょっと中乗っていきましょう、うん、はい、ちょっとね、広くないここ、うん、そうね、コンパクトかって割に ね、 ね、そう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 、うん、めちゃめちゃ広いよね、これ舐め回してますね、舐め回してやる、舐め回さないと、よし、じゃあ早速乗りますよ、私は、めちゃくちゃ乗りやすい、まずめちゃくちゃ乗りやすいというのが、もうまず、ああ、あ、なるほどね、あのね、乗るとね、ほんとやっぱコンパクト、めちゃくちゃ、まさにその通り、コンパクト SUV っていう、車高というかね、アイポイントはやっぱ SUV、うん、らしさがあるんだ、らしさがあるんですけど、キュッとなってるから、めちゃくちゃ運転しやすい、もう多分ね、だいぶコンパクト、うん、足元のゆとりとかはだいぶある感じで、うん、で、メーター周りも大きく見れるというかね、うん、この辺とか、うん、というかなんかカクカクしたデザインを結構採用してるんです ね、うん、ね、本当にそのさっき言ってたようなレベントンですか、うんうんうん、レベントンねちょっと他社になっちゃいますけど、ね、ランボルギーニのレベントンみたいな感じ、そう、ランボルギーニのレベントンがステルス戦闘機をこうイメージしてね、うん、あの作った車なんですけど、もうめちゃめちゃ高い車で、高い車でね、でもそのね、あのね、そういう形が多いというか、デザインがこういうところとか結構そういうステルス戦闘機みたいなデザインだったりとか、そう、本当だ、ね、結構カクカクしてて、かっこいいんですよ、内装結構、そう、かっこいい、内装めちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、で、気に入ったのはこのシートのデザイン、これ見てください、あ、このデザインすげえかっこいいんですよ、マジで、これ、これね、売れるんじゃないですか、うん、なんかすげえ、俺らが言うのもあれだけど、すげえ、うん、ひしひしとその雰囲気出てる、うん、出てるんですよね、分かるんですね、うん、めこれ結構内装の作りもすげえいいし、うん、運転しやすそうだし、どうだ、うん、で気になるのがやっぱりこのぐらいのね、女性が多分運転するのも似合うし、やっぱりこのご家族いる方も乗るってなった時に後ろの席気になるんじゃないですか、確かに、ね、気になる、うん、じゃあリュウ中村、うん、行こうか、行ってみましょう、行ってみましょう、後ろといえばリュウ中村でございますから
じゃあ中村君、うん、乗ってよ。乗っちゃおう。もうじゃあ行ってみたいと思います、うん、あ、すごい。ちょっとやりすぎてきてる。後ろの広さどうよ。あ、なんかね、だからコンパクトかっていうの忘れちゃうよね。あ、なるほどね。うん、何も感じない。え、ちょっと2人乗ったらどうなるの、うん、確かにね。それが気になる。あ、全然余裕あるじゃん。しかもヘッドクリアランスがすごく、うん、あ、すごい。確かにゆとりある。高橋さん、なんか外から見てたら車高、ね、低いなと思ってたんだけど、うん、あの上の高さ、うん、何も感じないね、うんうんうん、すげえ意外。すごいよ。あ、いや、もう広い。拳2個分ぐらいあるし、うん、そうね。すげえ。女性だったら何もね、うん、ゆとりある感じ。家族とかでもね、うん、さささっと乗れる車だしちゃう、ね。これすごいわ、うん。じゃあちょっと気になるのがやっぱそうなってくると収納じゃないですか、うん、ということでちょっとラゲッジスペースを見ていきましょう、うんうん、じゃあラゲッジスペース見ていきましょうか、はい、じゃあ気になりますよ、うん、いきますよ。ねえ、どんな感じなんだろうな、このコンパクト SUV で、いやー、広いな。広いんかい。これでもね、うん、まあこのスペースまあまあ、うん、あれじゃないですか。はいはい。これなんですか。嘘でしょ。嘘でしょ。知らねえ。おーら、この広さよ。すげえ。ちょっとやばい。これ、そう、ここのトータル考えたらめちゃめちゃ深いし、いける。うわー、これはびっくりした。すごいな、マジで、うん、シートも分割カットができそうな感じで、ね、うん、素晴らしい。シート倒れそうですね。倒れ、これ多分シートあるんですよね、うん、またより広くなるから急な荷物とかバコンと乗せれる、ね、長いのいけますね。すごいよこれ、うん、いろいろ見てきましたけど、これは乗りたい、うん、思う。ぜひちょっと乗りましょう。乗りましょう。もしこれがね、うん、もう乗れるみたいな、うん、乗りましょう、ね、確かに楽しみです。